政府は新型コロナワクチンの2回接種が進んだ場合のイベントの制限緩和について検討するため、9月にも大規模イベントで実証実験する方針であることが分かりました。政府は緊急事態宣言中の大規模イベントの入場について、定員の50%か最大5000人までのいずれか少ない方に制限しています。 実証実験の対象となるイベントはいずれも9月に行われるもので、首都圏のドームやスタジアムで開かれるコンサートなどが想定されています。その場で15分ほどで陽性か陰性かがわかる抗原検査も行うことも検討しているということです。